さくら、今度の週末2人で遊ばない？とても素敵なお店を見つけたの。何言ってるの？今度の週末は中学の同窓会でしょ？エミは同窓会に出席しないの？嘘でしょ？逆にあの底辺の集まりに参加するつもりなの？え？ちゃんとザクラ、私たちはもう勝ち組なんだよ。どうせ私たち以上に幸せそうな人なんていないんだしさ。同窓会なんて二人で欠席して私と遊ぼうよ。あの、エミ？私たちが勝ち組ってどういうこと？それにせっかくの同窓会を底辺の集まりだなんて。私たちは素晴らしい婚約者がいる勝ち組でしょ？さくらには御曹司の婚約者がいるし、私には会社経営者の婚約者もいるし、人生の成功が確定した勝ち組じゃない。え？だからもう私たちは同級生みたいな一般人じゃないの。これから私たちはセレブ妻として輝かしい日々を生きていくのよ。だったらつるむ相手も選ばなきゃ。中学時代の友達なんてもう会う必要ないって。そんな言い方はしなくてもいいんじゃない？私にとって中学時代の友達はとても大事な存在だよ。だから今度の同窓会には出席する。エミと遊べないから。何ですって？それと私のことを仲間扱いなんてしなくていいよ。もう私はエミの言う勝ち組じゃなくなったから。実は私つい先週に婚約破棄したんだよね。え、御曹司と別れちゃったの？超有名企業の会長の息子さんだったのに。いろいろあって結婚やめることにしたの。来月なら結構空いてるからまた二人でご飯行こう。その時に詳しい事情でも話すからさ。いや、あんたと遊ぶのは考えさせて。え？言ったでしょ、私は勝ち組としてつるむ相手を選ばないといけないの。なのにまさかあんたが勝ち組から転落するなんて。せっかくさくらだけはずっと仲良くしてやったのに。ひどいよ。悪いけど一緒に遊ぶのは考え直すわ。さくら、オレンジのドアに大量のご飯がかけてあったけど、さくらだよな。俺の大好物のゼリーとかも買ってあるし、さくらが置いていってくれたんだよな。あら、意外と早く気づいたのね。ケンタのことが心配でついさっき買ってきたの。え？どうせ仕事に追われて食事抜いてるんでしょ？でもちゃんと食べなきゃいいパフォーマンスできないよ。なんで別れた俺にそんなに優しくしてくれるんだよ。俺はさくらと婚約破棄したばかりなんだぞ。しかも超情けない理由でせっかくの結婚の話を白紙にしたのに。あんな理由全然情けなくないよ。友達と立ち上げた会社が失敗したっていうだけでしょ。なのにケンタったら、こんな俺が旦那になったらかわいそうだからって一方的に婚約を破棄するんだもの。破棄して当然だろ。あんなにお前を贅沢三昧させてやるって言ってたのに、軌道に乗っていた会社のプロジェクトが友達の店で大失敗。そのせいで契約も支援もどんどん打ち切られるし、最終的に友達が会社の金を持ち逃げして逃走して倒産危機で。いや、改めて今の状況を聞くと結構やばいよね。しかもケンタったら御曹司なのに全然ご両親泣きつこうとしないし。大人になってまで親に甘えたくない。自分のしたことは自分で責任を取れるような男でありたい。だっけ？俺にもプライドってものがあるんだよ。でも結局5年も付き合ってくれたさくらとは婚約破棄するしかなくて、俺はお前の人生をめちゃくちゃにしたようなものなんだぞ。私の人生は男と別れたぐらいでめちゃくちゃにならないわ。別れたぐらいで偉そうなことを言ってんじゃないわよ。え？それに婚約破棄とかは今どうでもいいの。私は元カノとしてじゃなくて、今は友人としてケンタを応援したいの。あなたはこれぐらいでダメになる人じゃない。友達裏切られても頑張れる人よ。さくら。だから変に卑屈にならずに美味しいご飯を食べて頑張りなさい。どうせケンタのことだから何も食べずに徹夜で仕事してるんでしょ。まずはご飯を食べて少しは寝る。じゃないと解決できるものも解決できないよ。ありがとう。こんな不甲斐ない俺に優しくしてくれて。それよりも逃げてる友達とはまだ連絡はつかないの？持ち逃げしたお金さえあればまだなんとかできるよね。それが全然見つからないんだよね。連絡先も変えたみたいでずっと音信不通なんだ。いつの間にか引っ越していたみたいでマジで足取りもつかめなくて。田中隼人っていう人だから、もし見かけたら教えてよ。だってそんな簡単に見つかるわけないだろうけどな。
え、その名前聞き覚えがあるわ。確か私の友達の婚約者と同姓同名よ。え、そうなの？でもきっとただの偶然ね。同一人物だなんてそんな奇跡みたいなことあるわけないだろうし。一応隼人の写真を送るよ。あいつのことだからまだ都内にはいると思うんだ。もし見かけたら俺に教えてくれ。わかったわ。それじゃあ健太は会社頑張ってね。あなたなら絶対にできる。気持ちで負けちゃダメだからね。ひどいじゃない、エミ。いきなり水をかけてくるなんてどういうことよ。ごめんね。でもあんたを帰らせるためにはこうするしかなかったの。どうせ私が帰ってくれって頼んでも言うことを聞かないだろうし、だったら自分から帰りたくなるようにするしかないでしょ。全然意味がわからないわ。なんで私を帰らせたいのよ。今日はあなたの結婚式で私は友達としてお祝いに来たのに、招待状送っといて帰ってほしいってどういうことよ。あの時はまだギリギリ友達だと思っていたの。さくらとは勝ち組同士、結構仲良くしてきたし、婚約破棄したからいきなり絶交なんてできなかったの。でもやっぱり後で招待状送ったことを後悔して、今朝あんたが式場に来たらすぐに帰ってもらうことに決めたのよ。だったらそう言えばいいだけなのに、わざわざ水をかける必要なんてないじゃない。もう私たちは中学からの友達なのに。うるさい。もうあんたなんて友達じゃないわよ。貧乏人の友達なんて私は必要ないの。御曹司に逃げられた女なんてもう友達なんかじゃないから。は？私が貧乏人ですって？そうよ。私以下の女は全員貧乏人よ。玉のこしにも乗れない惨めな貧乏人。エミ、前から思っていたけど、そうやって人を判断するのはもうやめな。勝ち組だとか負け組だとかを決める権利はエミにはない。何より周りの人に失礼だよ。黙ってろこの負け犬が。御曹司捨てられたあんたは負け組の中の負け組。そんな負け犬が私に盾ついてんじゃないわよ。は？私みたいな豪華な結婚式もできないし、高級タワーで暮らすこともできないし、私の結婚指輪なんて300万もしているのよ。こんなの負け組の一般人には絶対に真似できないわよね。だから勝ち誇って何が悪いのよ。私はそこら辺の女とは違う、選ばれた勝ち組の女なんだから。あ、そうですか。まあ、エミとはまともな会話すらできなさそうね。そんなにお望みなら帰ってやるわよ。あ、帰れ帰れ。負け組の貧乏には今すぐ帰れ。これで玉の輿に乗れたのは私だけ。私が真の勝ち組ね。旦那さんは土下座してるけど。え、真の勝ち組の旦那様が負け犬相手に地面に頭をこすぎつけているわ。タキシード姿の土下座ってハグロがすごいよね。なんだか少し興奮するわ。なんで？なんで私の旦那があんたに土下座なんかするのよ。土下座しなきゃいけないようなことをしたからでしょ。ま、こんなことをされても許すつもりはないけどね。え？私と健太の人生をめちゃくちゃにしておいて自分だけのんきに結婚するなんてふざけんな。ちょっと待ってよ。本当にどういうこと？全然話が見えないんだけど。私は負け組に水をかけただけじゃない。そんなことで彼の土下座をする必要はないの。今あんたが水をかけたことなんてどうだっていいの。あんたの旦那は私と私の婚約者の人生を台無しにした。だからこうして土下座で私に謝っているのよ。え、私が婚約破棄することになったのはこいつが原因なのよ。私の彼は友達であるあんたの旦那と会社を立ち上げてね。でもその友達が大きいミスをやらかしたの。そしてついには責任も取らずに会社の金を持ち逃げして逃走。そのせいで私たちは別れることになったのよ。彼が私にまで迷惑をかけたくないって言うからね。ちょっと待ちなさいよ。私の彼があんたの婚約者と会社を立ち上げていたなんて、そんなの私知らないよ。私も彼の会社のことはよく知らないの。だから彼が逃げた友達の名前を聞いた時は驚いたわ。友達が旦那と同姓同名だったんだから。ただの偶然かと思ったけど、送られてきた写真を見て確信したの。あんたの旦那が私の彼をどん底に突き落とした張本人だってことにね。そんな、こっそり新郎の控室に入ってあんたの旦那様には全部話した。私が見せた共同経営者の元婚約者だったこと。
そしてあることで警察に通報するってこともね。警察？でも一応今日はエミが楽しみにしてた結婚式だからね。結婚式だけは無事にあげてほしかった。だから警察に通報するのは挙式後にしてあげると伝えたわ。そして控室から出て式場の自分の席に戻ろうと思ったら、まさかあんたから水をかけられたわね。ほんとフーストルって腹が立つことばかりしてくるんだから。それは仕方がないから、びしょ濡れで式場から出てきたら、あんたの旦那様が私を追いかけてきたの。どうか警察に通報するのだけは勘弁してくださいってね。そしてびしょ濡れの私に向かってスライディング土下座。もはやカオスな状況よね。それで私の彼がさくらに土下座。まさか私の彼がそんなことをしていたなんて。友人のことを思って通報は挙式後にしようと思ったのに、そんな私を追い返す人のことなんてもどうでもいいわ。お望み通り今すぐ式場から出て行ってあげる。そしてたった今警察に通報してやったからな。警察が来る前に誓いのキスだけでも済ませておきな。それじゃどうぞお幸せに。ありがとうさくら、ハヤトを見つけてくれたんだってな。このまま泣き寝入りするしかないと思っていたから助かったよ。偶然で見つかったようなものだから気にしないで。それよりもケンタは体調大丈夫？仕事を頑張るのはいいけど、ちゃんとご飯食べてるよね？ああ、さくらの言う通りちゃんと食べてるよ。それに会社もなんとか立て直しできそうなんだ。本当に？一時はクライアントが全滅しかけたけど、でも一部の人が俺を信用して契約を続けてくれたさ。それだけじゃなくて他のクライアントも紹介してくれたんだ。そのおかげで少しずつだけど売り上げも戻ってきた。システム開発のプロジェクトも順調に進み始めたよ。よかったじゃないケンタ。やっぱりあなたはすごい男よ。いや俺なんて全然すごくないよ。両親のおかげで小さい頃から会社経営には触れてきた。温度したし会社経営なんて余裕だと思っていたんだ。でも改めてビジネスの大変さが分かったよ。そしてそれと同時にさくらの大切さも思い知った。私？さくらを巻き込みたくないからって一方的に婚約破棄してごめん。でも俺にはやっぱりさくらが必要なんだ。どうか俺とまた婚約してくれないかな。次こそ何があっても手放さないし幸せにするから。嬉しいけどそういうのは完全に会社を立て直してから言いなさい。ケンタは同時進行が苦手だもの。私はずっと待っているから、まずは会社に集中して。ありがとう。絶対に今年中には会社を立て直す。それどころかもっと会社を大きくしてみせる。そしてその時にもう一度プロポーズするからな。期待して待っているからね。どうしようさくら、彼がハヤトが警察に連れて行かれたの。私は何も知らなかったんだけどね。なんか怪しいビジネスとか他にもいろいろとやっていたみたいでね、やばそうな人ともつながっていたらしいの。それでいろいろ罪状があるからって連れて行かれちゃった。聞いた話は似たようなことを繰り返していたよね。共同投資しては会社のお金の持ち逃げをして繰り返していたとか。他にも余罪はまだまだありそうね、あなたの旦那さん。あんなのもう旦那じゃないわよ。私今すぐハヤトと離婚するから。もう離婚するの？せっかく手に入れた玉の輿なのに。これのどこが玉の輿よ。ハヤトの奥さんになっても全然勝ち組なんかじゃないわ。銀行口座は抑えられたし、私は何も買い物もできないの。あら、もはや勝ち組どころか負け組やない。はあ、でもすごくお似合いよエミ。あんなに人を負け組だとか底辺だとか見下していたのに、まさか結婚式直後に旦那様が警察に連れて行かれるなんて。人をバカにしていたあなたにふさわしい負け組の末路ね。何よその言い方は。友達なのにひどいよさくら。どうして私にそんな冷たいことが言えるのよ。つまらない冗談をやめてよね。あんたなんてもう友達じゃない。結婚式場で私に水をかけておいてよくそんなことが言えるわね。いやそれは、なんだったらあなたのことも警察に通報したっていいのよ。人に水をかけることは暴行罪が成立するんだから。そうなの？旦那様が警察に連れて行かれて寂しいなら、あんたも追いかけたら。特別に私が通報してあげるから。やめてよやめて。私まで警察に連れて行かれるとかシャレにならないから。
じゃあそのままおとなしくしていてよ。そしてお願いだからもう私たちには何も関わらないで。あんたやあんたの旦那がどうなろうがどうだっていい。私も同級生のみんなもあんたにはうんざりしているんだから。え、実はちょうど今中学時代の同級生と一緒にいるの。この間びしょ濡れで帰っているところを助けてもらったな。そのお礼を兼ねてお茶しているんだ。近くに経営している美容室があるからって。あの時びしょ濡れの私の髪や服を丁寧に乾かしてくれたのよ。経営してる美容室、え、中学の同級生に経営者なんていたの？同窓会に欠席したあなたは知らないだろうけど、あの日の同窓会はかなり大盛り上がりだったのよ。みんなそれぞれ仕事を熱心に頑張っていたり、素敵な家族や子供に恵まれて幸せな日々を送ったりと輝いていたの。でもそんな人たちをあんたは負け組だってバカにした。自称勝ち組のあなたなんかもう誰も顔を見たくないのよ。そんな都合よくバカにしていた負け組に泣きついてんじゃないわよ。自称勝ち組を気取るなら最後まで貫きなさい。旦那様が警察に連れて行かれようが偉そうにしていなさいよ。そんなの無理だよ。私旦那の親とかいないと何もできないのに。私一人じゃお金も家も何も持っていないのよ。隼人がこのまま帰ってこなかったら私の人生終わりだよ。それはあんたが選んだ勝ち組の人生でしょ。旦那の金と地位にすがりつく生き方が勝ち組の生き方なんでしょ。私はそんな生き方全然羨ましいとは思えないけどね。さくら、人を散々バカにしておいて水までかけておいて弱気なこと言ってんじゃないわよ。私も同級生も誰もあんたなんかに同情しない。あんたもその狭い価値観のまま惨めに旦那様が帰ってくるのを待っていな。その後、恵美の旦那である隼人さんは数々の罪状で逮捕となり、そのまま実刑になりました。そして妻の恵美も関係者として警察に連れて行かれたそうですが、無関係だということですぐに釈放されたとか。しかし無関係とは言っても旦那さんの被害者からは、金を返せ、奥さんならあいつの金のありか知ってるだろ、などと朝から晩まで詰め寄られる日々。刑務所にいる旦那さんは固くなに離婚拒否しているようで、ついには恵美はかき集められるだけのお金を持って逃亡。まさにお似合いの夫婦ですね。噂では居場所がバレるたびに夜逃げをしては日本各地を転々としているようです。ちなみに私はというと、つい先日元婚約者の健太と復縁することになりました。今度こそ彼の隣でずっと支えていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。